前回の動画で今この杉板の壁をあの色を塗ったりしたわけなんですけど、今色は落ち着いてですね、結構いい感じの色合いになりましたね。まあ、ブライワックスで塗ったところがね、なんかちょっとこう油が染み込んだような感じになって、よりこう個性感が出てですね、まあ、アンティークなちょっとおしゃれな感じになりました。で今回はこの壁を作る時にですね、ここの棚を解体したわけなんですけど、棚に置いてあったものがですね、今の溢れてる状態ですので、そういったものを収納できる場所を作っていこうと思います。はい、まず最初にですね、紹介するのはこちら、ハングストックビンズって書いてあるんですけど、壁にですね、あの取り付けるタイプ の, あの小物の収納になります。この中にビスだったりとかですね、あのちっちゃい の, あの入れて壁にこう吊り下げられるようにできるものです。まあ、今こんな感じでですね、上に重ねて収納もできるみたいなんですけど、まあ、今回僕はあの壁に取り付けるこういうプラスチックの受けがあるんですけど、これをこの受けをつけて、今これをですね、こう引っ掛けて壁にあのぶら下げるような感じでつけていこうと思います。はい、次に紹介するのはこちらになります。ツールラックです。700円ぐらいだったんですけど、これにですね、まあ、ちっちゃいあの、まあ、ハンマーだったり小物をこんな感じで入れて、あの壁に取り付けることができます。今ここにですね、壁に取り付ける用 の, あのビス穴っていうか引っ掛けるところが3箇所あって、このままヘタッとこうつけれるようになってます。これ結構便利そうですね。なんかちょっとアメリカンな感じだなと思って買ってみました。はい、次に紹介するのはこちらになります。マグネチックツールホルダーです。はい、これはですね、どういうものかというと、今ここにですね、ビス穴が2箇所あって、ここを壁に取り付けてですね、で、スパナとかレンチとか磁石にくっつくようなもの、今ここに磁石が入ってるんですけど、磁石にくっつくようなものをこんな感じでペタペタとこうつけれるようなあのツールになっております。これも結構便利そうだったので買ってみました。 あとはですね、うちの倉庫に転がっていたこのような鉄板があるんですけど、これにですね、ダイソー の, あのマグネットがついたこういうカンカン売ってるんですけど、これをあのビス穴を開けて壁に取り付けて、ここにペタッとこうつけるような感じで収納も考えています。これも結構便利ですよね。これとあとこんな感じであの小物を入れてですね、ここにペタッとこういう風につければ、まあ、いくつかは収納できます。で今紹介したものをですね、あの壁の方に取り付けていって、小物を収納できる場所を作っていこうと思います。それではまずこの棚をですね、解体するところから始めようと思います。いや、今日は天気も良くてめちゃくちゃ DIY 日和ですね。はい、とりあえずですね、このような形でバラし終わりました。で、先ほど紹介したこれなんかをつけていくわけなんですけど、ちょっとまだね、どういう風につけようか決めてないんですよね。はい、とりあえずさっきのやつをちょっと置いてみたんですけど、どうしようかな、ここら辺にこう、ここら辺にこうした方がかっこいいかな、こんな感じで。今こいつをここの上の方につけようと思います。ちょっとつけてみますね。はい、今開けてみたんですけど、こんな感じですね。横が約102、奥行きが125とかそんぐらいかな、125、深さが約70。結構かっこいいですね。こんな感じで横にクアンタムって書いてあって、後ろは今このような感じであの引っ掛けるようになっています。で、深さもそこそこあってですね、いいですね。今この容器を、まあ、どのように壁につけるかと言いますと、今この白いレールが入ってるんですけど、レールというかあの取り付け用のプラスチックですね、入ってるんですけど、これを壁に取り付けて、今ここに溝があるんですけど、こんな感じですね、カスッとこう入れて固定できるようになっています。で、一つのこのプラスチックのこの受けで3つ収納できるようになっています。で、これを壁に取り付けて
こうと思います。それでネットの印をしようか。ここぐらいで、できれば綺麗にこう横一列になった方がかっこいいと思って、この水平器ですね、水平を出します。このレールを取り付けていきます。無駄にかっこいいな。なんだこのもうすでにアメリカンな感じ。はい、このような感じでレールを全部取り付けました。ではこのトレーの方ですね、つけていこうと思います。じゃじゃーん、どうですか、結構いい感じじゃないですか。なんかちょっとこうアメリカンな感じ、おしゃれやな。これをどこにつけようかちょっと悩むんですけど、ここにつけようかな。でもここにつけてもちょっとスペースがもったいない気がするんですよね、ここのスペースが。まあ一旦ちょっとこれは保留で置いとって、あのマグネチックツールの方をつけていきましょうかね。はい、このマグネチックツールをここにね、こんな感じでちょっとつけてみようと思います。はい、で今これ開けてみたんですけど、この付属のビスが入ってたのでこれで止めてみます。で今、こいつはこっちの壁なんかにこうつけていきましょうかね、の方がいいかなと思います。で、とりあえず今こっちの棚はこれでちょっと収納してみようと思います。で、こんな感じのネジがいっぱいあるんですよ。で、こういうのを今上のですね、このストッカーに入れていきます。おお、すげえ。おお、結構くっつくな、これいい感じ。一旦ですね、このような感じでちょっと取り付けたんだけど、なんかね、ちょっとこう、まあ、かっこいいはかっこいいんだけど、物はすごいかっこいいんだけど、ちょっと僕自身にですね、センスがなくて、ちょっと一旦考え直してですね、レイアウトをやり直してみたいと思います。で、今このマグネチックツールはこっちの杉板の方に取り付けて、今これをね、ちょっと下げてちょっと工夫してね、ここをきれいに収納をできるようにちょっと作ってみたいと思います。なんかまあかっこいいけど、なんかこう微妙だよね。使い勝手的にもそうだけど、なんか見た目的にもちょっとこうスカスカっていうか、ちょっと考え直しますね。